9。はい、どうも、トサクシュードルのつくもです。ということで9のアルートパート9、続きからやっていきたいと思います。ロードした。どっかに食べに行く気力がなかったから、コンビニで買った弁当をわびしく食べていると、テーブルの上のスマホが震えた。ディスプレイには知らない電話番号、発信者に当たりをつけつつ通話ボタンを押す。はい。君が新見かけるくんかな。やっぱり高峰だ。早速ユイチが話を通してくれたようだ。高峰、先輩ですね。別の枝の記憶と同じノリで話しそうになって慌てて取り繕う。ほんと気をつけないとな。初対面でふてぶてしいとか、悪印象すぎてまとまるものもまとまらない。ユイチから私と話したがっていると聞いたのだが。どこまで聞いていますか。新見かけるという男が私と話したがっている。それが私が与一から聞いたすべてだ。マジかよ。あいついくらめんどくさいからってもう少し話しておいてくれてもいいだろ。どこから話したらいいか。高峰も結城と同じで理解の早いタイプだと思う。多分一から説明せず、事実だけを羅列した方が手っ取り早いだ。今日の火事知ってますよね。学校であった。私は目にしていないが、随分と不思議な火事だったようだな。一階の廊下が確かに火に包まれていたというのに、なぜか一瞬で鎮火し、焼け跡すら残らなかったと。はい、あれはユーザーが起こした事件です。ユーザーとは AF ユーザーのことか。そうです。ほう、読み通り話は通じたよね。まあ高峰はなりきり掲示板の延長で不思議な歌詞をネタにしてアニメの話題を振ったなんて思ってるかもしれないが、とりあえず高峰が疑問に思わないうちはこのまま続けよう。その口ぶりだとどうやら君も関わっているようだな。事態を収集したのは俺と仲間たちです。君と仲間も AF ユーザーであると解釈してもいいのかな。構いません。なるほどなるほど、理解した。なぜ君が私を頼ったのか。頼ん？ついに来たか、我がリグベーダが指導するその日が。なんか誤解がある気がするけど、まあいいか。とりあえず一番大事な要件を伝えよう。これほど高揚したことが過去にあっただろうか。たぎるたぎるぞ、ついにこの日が。新見かけるよ。あ、はい。私のことは司令官と呼んでくれ。嫌です。君のコードネームも考えないといけないな。ワクワクしてきたぞ。いや、いいっす。遠慮するな。君にぴったりのコードネームを考えてやる。はっきり断っただろう。ユイチとは別のベクトルでこいつもメンタル強いな。で、本題なんですけど。敬語などやめたまえ。私たちはもう仲間だろ。楽に話してくれ。じゃあ遠慮なく。同じクラスに高坂遥かって人いるよな。もしかして彼女が君の仲間なのか。え、いや、あれ、サイトを通して二人は知り合っているはずじゃ。あ、そうか、まだだ。先輩が掲示板にクソダの書き込みするのもっと先だ。高峰がアーティファクトやユーザーについて知らない時点で気がつくべきだった。ということは高坂先輩もサイトの、司令官が高峰だとまだ知らないんだ。急に無言になったが、どうした、電波が悪いか。いや、ちょっと勘違いがあって、高峰に高坂先輩を紹介してもらおうと思ってたんだけど。私、話したことなどないぞ。だよな。でも話したことはあるんだよ、サイトで。サイト？
私が運営するアガスティアの葉のことか。そう、確かエデンの女王、そんな名前の常連いるだろう。彼女か。エデンの女王が高坂先輩。なんと、まさか身近に同校の死がいたとは。しかし耳かけるよ。なんで毎回フルネームなんだ。本人の許可なく素性を明かすのはいただけないな。無法地帯と思われがちなネットの世界にもルールはある。それは本当悪い。本人にもちゃんと謝る。でもどうしても俺は高坂先輩を仲間に引き入れなくちゃいけない。初対面でズーズーしいとは思うけど、力を貸してくれないか。ふむ。本命は私ではなく彼女だったか。悪い。最短で知り合うためには高峰を頼るしかなかった。気にするな。いいだろう。手を貸そう。ありがとう。助かる。高坂君と話したことはないが、エデンの女王とはメールで何とかやり取りしている。マナー違反ではあるが、こちらの素性を明かそう。君から聞いたことを話せばきっと乗ってくるだろう。その後はどうする？君の連絡先を教えればいいか。ああ、いや、どうすっかな。高坂先輩引っ込み思案だから、ネット上でやり取りしていた高峰はともかく、男の俺に連絡するのは躊躇するだろうし、かといって俺から連絡するのも怖がらせてしまうだろう。明日の放課後って予定あるか？私か？特にないが。高坂先輩も暇だったら顔合わせしないか？ファミレスとかで。ファミレス？そうか、ファミレスか。いいだろう。高坂君の予定を聞いておこう。ありがとう。頼む。高坂君から返事が来たら報告する。他に何か要件はあるか？いや、終わり。そうか。では失礼するとしよう。非常に有意義な時間だった。急だし、かなりふざけた話だったから、そう言ってもらえると助かるよ。それじゃあまた明日。ああ、また明日。良い夜を。良いよ。ああ、うん、おやすみ。通話を終え、スマホをテーブルの上に置く。敵対することなく高峰と知り合えた。小坂先輩もこういう話好きなはずだし、きっと食いついてくる。多分いい返事をしてくれるだろう。仲間を集めるという目標はひとまず達成した。あとはイーリスと戦うための準備がいつ整うか。今日俺の前に姿を現したのは確認のためだろうか。自分のことを知っているかどうかを。警戒されただろうか。姿をくらませるなんてことも十分にあり得る。成瀬先生との同調がうまくいっていないうちに、なんとかイリスを捕まえないと。待てよ。成瀬先生に同調したイーリスと戦うことを前提にしていたが、その必要はあるか？あのぬいぐるみの限界でもいいんじゃないのか？勇気ならイーリスを狙えるんじゃん。ソフィー、いるか？聞きたいことがある。呼びかけてすぐ空間が歪む。何？ソフィーって成瀬家の人たちと同調できるよな。そんなことも知っていたのね。聞きたいことの見当がついた。イーリスのことね。そう、イーリスは成瀬さつきって人に同調して、こっちの世界に干渉しようとしている。先にソフィーが同調するとかして、イーリスの邪魔できないか？もう試した。イーリスの話をあなたから聞いたときに。失敗か。え、ダメだった。イーリスはすでにサツキとの同調を始めている。そして主導権を奪えるほどの力は私にはない。そっか。幸いなのは世界の目の自己修復がまだ完全には終わっていないことね。魂と魂がか細くつながった程度。サツキの体を乗っ取るようなことはまだまだ無理でしょうね。世界の目の修復が終わるまではイーリスも
ソフィーと同じ原体を使うしかない。その間なら正気は。ああ、いや、もし先生と同調していないと勇気も手を出せないなら、逆にイリスの邪魔なんてしちゃいけないのか。ってことは待つしかないけど、そもそもあっちが仕掛けてくる可能性もあるよな。どうかしらね。イリスにしてみれば自分以外の人間なんて取るに足らないチリアクタ。多少はカケルのことを意識するでしょうけれど、そこまで警戒はしていないんじゃないかしら。オーバーロードの使い手だと気がつくまでは。なおさらさっさと勝負を決めたいが、準備が全く整ってないのが痛いな。いつチャンスが訪れるかわからない。悠長に構えていると勝機を逃すかもしれないわよ。だよな。イーリス打倒の鍵は結城が握っている。もうゆっくり距離を詰めてとか、そんな言ってる場合じゃないのかもな。明日にでも話そう。全てありがとう。できる限りのことはしてみる。修理しようとしている鳴瀬家の人には悪いけど、世界の目を盗むか壊すか、チャンスがあったらやってみるわ。もっとも、イーリスがそれを許すとは思えないけれど、都合のいい可能性にすがらず最善を尽くすことね。そうする。それじゃあね。冷めちまったな。弁当を持って台所へと移動する。レンジに弁当を入れて蓋を閉める。レンジの中でゆっくりと回る弁当をぼんやり見つめながら考える。多分選択肢は無数にあって、正解は少ないか、たった一つか、あるいは一つもなかったりするのかもしれない。幸いやり直すことはできるけれど、結構消耗する。正しい道を選び取ろうと努力するのは、ひとまず今すべきことは。あ、終わった。温め終わった弁当を取り出し、リビングに戻る。腹が減ってはなんとやら。事態は予想より早く動き出した。しっかり食って備えよう。明日もやらなくちゃいけないことだらけだから。いやーね、それにしてもね、高見で嬉しそうでしたね。お、来た。おはよう。おう。いつもの場所で空と合流し、一緒に投稿する。高峰からの連絡はまだない。大阪先輩から返事が来ていないのか、それともまだ交渉中なのか。放課後までに結論が出るといいんだが。あのさ、兄やん。ん？昨日言い忘れてたんですが。何を？ありがとね、助けに来てくれて。ああ、無事でよかったよ、本当に。うん、あんがと。何だったんだろうね、あれ。急に火消えちゃったけど。まあな。説明は、ソラがユーザーになった後だな。今話してもこいつ絶対鼻で笑うから。なんか魔法みたいだったよね。そうだな、魔法とかじゃないと説明つかないかもな。だよね。で、まあ、うん、魔法ですよ。ん？笑わないで聞いてほしいんですけど。はい。どうやら私も魔法使いになっちゃったらしいんですよ。あ、ん？魔法使い、いや魔法少女なんですよ、私。うわ、めっちゃ驚いてる。予想と違うな。鼻で笑うと思ったのに。いやいや、お前。冗談冗談冗談だから、適当に流して、ツッコミとかいいから。アクセサリー拾ったりしたか。え？あ、はい。なんでお前も一日ずれてるんだよ。え、何？何が？何がずれてるの？何が？なんでこうイレギュラーばっかり。別の枝でも実はこの時点でユーザーになっていたのか。火事の後にアーティファクトを手に入れたって言ったのは、深く考えず適当に答えただけ。
それともアーティファクトはずっとそばにあったのに別の間では気がついていなかっただけ。空のことだからどれもありえるな。こいつクソ適当に生きてるから。ちょっと何、黙るのやめてよ、怖い。明日のはずだったんだけどな、お前がこの話するの。ほんと怖い。私より意味不明なこと言わないでよ、怖い。存在感だろ。はい、存在感を操作して実質透明人間になれるとかそんなんだろ、お前の魔法は。そうですけど、なんで知ってんの。そういう魔法だからだ、俺のが。ミーヤもミーにもなの。そう、俺も。マジか、昨日のストレスで私おかしくなっちゃったんかなって思って相談するつもりだったんだけど。そうか、そうでござったか。兄上も魔法少女でござったか。少女ではねえよ、俺以外は少女でいいけど。以外は？ん？俺とお前以外にも言う。あ、昨日のあの私のクラスの火事の人。あいつ以外にもだ。マジ？たくさんいるの？特別感薄れてがっかりだな、それ。放課後暇か？インタビューとグラビア撮影がある。授業終わったら校門とかで待ってろ。ちょうど今日みんなで集まる。超する。そんな急に言われてもマネージャーに確認しないと。ちょっと待てよ、おい、今のマジでイラついた時の舌打ちだろ。くそ、つまんねえから切れそうだ。なのね、ニーニーのね、そういうの恋だからね、マジで。妹の私でもたまにガチでビビりますからね。放課後暇か。暇です。ほんとお前との会話無駄なやりとり多すぎるんだよな。まあそれが面白いですよね。でもね、それがコミュニケーションというものでしょうが。コミュ障こじらせやがってよ。うっせえよ、お前だって慣れてない人の前だとおとなしいだろうが。いや当たり前でしょ、初対面からこのノリとかただのやべえ人でしょうが。やべえって思ってるなら俺の前でも控えろよ。家族でしょ、ありのままの私を受け止めて。小さい頃はおとなしくて可愛かったのにな。あのちょっとお兄様、今のここ最近で一番胸に来たんですけど。なんでこうなっちゃったかな。だからやめろよもう。かっけるー、ご飯食べよう。ああ、昼休み、いつも通り与一と一緒に飯を食う。そういえば、朝言うの忘れてたけど。何？高峰に連絡してくれてありがとな。ああ、はいはい、これで最後だからね、本当に。分かったよ、手伝ってくれとは言わない。マガンを使わない限り干渉もしない。使わない使わない、一方的に痛めつけるのは好きだけど、自分が痛い目に遭うのは嫌だからさ。お前さ、僕はそういう人間なんだよ、諦めて。ついため息。別の枝ではなんだかんだで与一は俺たちを助けてくれたが、まだ俺は警戒している。すでにイーリスと手を組んでいるんじゃないか、俺に気づかれないようマガンを使っているんじゃないかと。信じてないな、その目は。かける、そんなに疑り深かったっけ。それなりに痛い目に遭ってるんでな。ああ、かけるがひねくれちゃった。お前が言うなよ。僕ほど素直な人間は。あれ？与一が言葉を切り、目を丸くする。視線を追い、出入り口に、目を向けると、なぜか高峰がいた。あっちも俺たちに気がつき、こっちへと歩いてくる。探したぞ。クラスを聞いておくべきだったな。え、何？報告に来た。座ってもいいか。ああ、うん。空いていた椅子を俺の机に寄せ、腰を下ろす。高坂君の件だが。どうだった？君の言った通り、確かにエデンの女王は高坂君だった。私が司令官であることにあちらも驚いていたよ。 AF ユーザーであることも認めた。顔合わせについては随分悩んでいたが。来てくれるって？ああ、他にも AF ユーザーがいるのならぜひ会いたいと。そうか、よかった、ありがとな、連絡してくれて。何？
構わんさ。それでどこで待ち合わせる？そうだな、俺は先に別の学校の仲間と合流したいから現地集合がいいかもな。では私と与一、高坂くんはファミレスで待つとしよう。は？僕？来るんだろ？行かないよ。何？来ないのか？うん、行かない。なぜだ？ファミレスだぞ。ファミレスだから何なの？めんどくさいから行かないよ。なんということだ、せっかくのファミレスだというのに。せっかくのてたかがでしょ。ちなみにどこのファミレスへ行くんだ？ゴストか、ジョナスンか、それともソイゼリアか。駅前のジョナスンでいいだろう、一番近いし。そうか、ジョナスンか、了解した。楽しみだなAF ユーザーが一堂に会することになる。鬱陶しいくらいはしゃいでるな。ただの虚構に過ぎなかった AF がこの世にもたらされたんだぞ。しかも僕もその渦中にいる。興奮しないはずがないだろう。あれ、レンヤはユーザーじゃないんでしょ？ああ、僕は違う。じゃあ渦中でも何でもないじゃん。渦中だろ。確かに物語の中心にはいないかもしれないが、もう僕は君たちの仲間なんだから。仲間？いつ？与一から連絡をもらったその瞬間に。僕を巻き込んだ責任は取ってもらうぞ。与一も来るんだ、ジョナスンに。めんどくっさ仲間は多い方がいいからな。与一がため息をつき、高峰は満足そうに笑う。こいつ顔合わせじゃなくてついにあれができることにテンション上がってるな、間違いなく。報告終わり？あれですね。ああ以上だ。じゃあ帰って。何？共に食事を取るつもりだったのだが。はあ？僕も混ぜてくれ、一緒に食べようじゃないか。ほんと、なんでこんなはしゃいでんの？さっきから素になってるし。おっと失礼、私もここで食事を取らせてもらおう。はいはい駅前のパン屋で卵サンドを買ってきたんだ、絶品だぞ。二人も食べるか？いらないよ。俺もいい。ん？そうか、そうだ、駅前のパン屋といえばコーンパンも。うるさいよ、黙って食べなよ。わかった、そうしよう。陽一がいつもの俺のポジションになってるな。僕はわざと絡んでるけど、蓮也は天然だから余計うざい。わざとの方が立ち悪いと思うけどな。卵サンド本当にいいのか？うまいぞ。だからいいって、めんどくさいな。いや何笑ってんの。にぎやかな昼食、いいものだな。本当なんなのこいつ。はあ、はじめまして、かけるの妹のソラです。はい、というところで、今回はね以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。